遊びの天才は人生の天才。脳も体も心も遊びで育つ。こんにちは、阿部です。本日の遊びはこちら、しりとりキングです。この遊びは集中力、記憶力、あとは思考力を鍛える遊びです。しりとりって実は自分で言葉を自分の知っている記憶の中から探していくことですね。まあ自分という頭の辞書から正しい言葉を探していくので、実はこの思考力っていうのもすごく身についたりします。あとは言葉を使ったものになると、脳で言うとですね、ブローカーやだったりウェルニッケっていう場所を使っていくので、この記憶力も実は高まる遊びだから、しりとり結構奥が深いんですよね。で、今日まあしりとりキングっていうぐらいですから、ただのしりとりじゃない。例えばなんですけど、いろんなルールを決めてやりましょうってことなんですけど、3文字限定のしりとりとか、もうこれはね、まだ簡単です。次、んが入るしりとり、結構難しいんですよね。必ず言葉の真ん中にんが入るように、例えば運動会でんが入ったりとか、そういうふうにんが入るっていうのを、必ず入れていくとか。あとはですね、意外にこれ知らない人も多いと思うんですけど、逆さしりとりってご存知ですかね。例えば、しまうまだったら、一番最初のしが一番最後につくような、次の音もじゃあかかしって言わなきゃいけなかったりとか、じゃあそのかかしのかが次のお友達の一番最後の言葉だから、例えばあしかとかね。で、次の子はあがつく言葉一番後ろにつくっていう、この逆さしりとりになるとものすごい難易度上がりますし、大人でも結構難しくなったりします。だから、なんかやりたい、ちょっと時間空いたなと思うと逆さしりとりなんて僕よくやりますけど、そういう風にやっていくと、このしりとりキングね、誰が一番語彙数が増えてるのかっていう、じゃあこのしりとりがうまくいかないんだったら、普段からいろんな本を読んだり体験したり、いろんな言葉を学ぶ、そういうことをしていくことによって言葉語彙数ってすごい増えていくんですよね。だから語彙数増やすのって、なんか単に本を読んだりね、フラッシュカードいっぱいめくったりするだけじゃなくて、結局はいろんな体験なんですよね。もう本当にそうだと思います。いろんなとこ出かけたりとか、何でしょうかね、知らないとこに行ってみる、やったことないことやってみる、大人もそうなんですけど、そういうことによって言葉ってすごい増えてきますね。その言葉って、その子の人格とかを決めるにすごく大事なものだと思いますから、ぜひ言葉をね、増やす工夫、遊びはしていただければと思います。本日の遊び、しりとりキングでした。ありがとうございました。